聞こえるほいバッチリオッケーこんばんはワコツほわほわもうだいぶね <laughs> お眠<ー>で <laughs> いやー今日結構おむオリンピックイエイオリンピックイエイ よしえっ、ー、とじゃあえー、っとうん寝ようぞ寝ようぞ電気消すねーおよいしょおやすみー いつもとどがう気がするもしかしてあれかもあのねまたちょっと配置を変えたからそれで少し変わったかもしれないあそんなに違うすごいな設定間違ってないよねあ変な感じに聞こえる あ,大丈夫あ,あよかったよかっただいぶねコメント見やすくしたんだけどもうさらにパワーアップみたいな <laughs> 感じで音小さく本当に変えてはないんだけど。 まあ、まあでも大丈夫かなごめんとりあえずこれで8月最初のそういうねさったんだけど8月入ってもすっかりあれだね暑くなったねうん今日散歩行ってきたけどなんか少し冷房で冷えてたみたいで 出た瞬間はねもう <laughs> やっぱり外歩かなきゃダメだなーなんて思ってたけどうん <laughs> 10分15分も歩くとねそう京都とか鳥取とか38度行ったみたいだよね38度はやばいよー 加えて石器じゃない湿気もあの今加えて湿気もすごいからこれじゃあ石油王も来ないよねって言おうと思ったら順序間違えて石器って言っちゃった湿気で石油もうもういいもういいもうこれ言わない そで頭が <laughs> …まあ今別に部屋暑くないんだけどさっきまで冷房で冷やしてたからねうーんうちお湿気あるよ,よ体育館は蒸し風呂だったそうだよね か今ってでも結構冷房ついてる体育かどうなんだろうあるのかな教室とかはねあの冷房ついてるのとか今はかなり多いと思うんだけど僕はね寝る時クーラーつけてるね タイムまで消えるようにしてる。熱中症そう本当。クーラーつけなきゃつけないで室内の熱中症があのー、あるみたいだし、つけたらつけたでクーラークーリア病はあるし。うん。 軽井沢へ逃げたいああ、いいね、軽井沢。いいね。パターゴルフ、パターゴルフとかなんかだけやって、こう、僕が1パターするたびに、なんか、めっちゃ儲かんないかな <laughs> い<や>。<laughs> ひどい <laughs>。軽井沢って涼しいのいや、どうなんだろう。勝手なイメージだと。 あんまり湿気がなくて適度な涼しさみたいなテニスか僕テニス全然やったことないんだよねねなんか軽井沢は避暑地でこう別荘とか持ってる人がいてっていうイメージ。 授業でね確かにテニスは選択授業であったねでも僕は選択しなくてえっ、ー、と野球か僕は野球を選んだんだよね別荘持ってるうーんまあ今は持ってないけどきっとこの活動5周年とかでね別荘プレゼントですなんつってはい 別荘なんて持ってないよでも別荘なん持っててもちょっとね維持費とかさあんまりいかないし僕でもねやっぱ小学校の頃野球やってただけあってその中学とか高校の頃の その野球の授業の時はねやっぱ結構活躍してたんだよねだから球技は好きだったなフットサルも好きだしあの野球も好きだし 足はね、まあ、まああかった。長距離はねクラスでも2番とか3番とかだったしポジションはね野球だよねえっとね結構小学校の時はセカンドだったりサードだったり時には外野守ったりもしたけど。 子どもの頃の夢はプロ野球選手だったプロ野球選手いやもう全然そこまでの凄さはなかったな泳ぎはね得意じゃない沈んでく <laughs> あのね泳ぎはダメなんだよね 前僕添い寝札たんで言ったんだっけも言ったんだけどスイミングスクール小学校の頃通ってて <laughs> あそうだねヒラメだから沈むかもしれない <laughs> で息継ぎするたびにし沈んでいっちゃうから 僕の場合なんか息継ぎじゃなくて僕の中では息継ぎなんだけどはい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 ,はい、はい、ははバチャバチャみたいな感じでなんか <laughs> あの <laughs> <laughs> ん ?SOS かなみたいな <laughs> 感じになっちゃうからそこでそのヒラメ少年逆転の発想でなら息継ぎしなきゃいいんだってことで 2 5ル泳ぐっていうテストだったんだけど脳息継ぎでうんえっと到着してんでよしと思って見事ちゃんと泳ぎ切ったのもう最後到達した時は <laughs> ってなってたけど タイムはねあ,あどうだったんだろう覚えてないなそうだね鬼の形相だね <laughs> でその時に最後にその合格者の名前を順に言ってくんだけど腕ホララ「はい」で合格ありがとうございます 合格なんだけどここがちょっと良くなかったからもうちょっと気をつけてねみたいなでまあ順々に呼ばれていってで「ひらめ!」って言われて <laughs> 僕まあ泳ぎ切れたし受かると思ってたから「はいやったー受かったー」みたいな <laughs> あのリアクション取ってたんだけど「よし!」みたいな。 えー、平目は不合格やっぱりね息継ぎがダメだよねって言われて <laughs> でうんがね今でもやっぱり鮮明に覚えてるからよっぽど恥ずかしかったんだろうなと思うんだけど僕そのあまりにも最初に大きくリアクション取っちゃったからあの引っ込みがつかなくなっちゃって。 で独り言でそのその場で「はい不合格」あっあすう,んうんうんでも僕この先生すごい好きだし嬉しい嬉しいって <laughs> 言ってて <laughs> もうねう今でも鮮明に覚えてるからよっぽど恥ずかしかったんだよね多分ね。 <laughs> う逆に浮いてるっていうんでここちょっとね記憶曖昧なんだけどまあその独り言に全く反応せず淡々とダメなところを上げていく先生ここで僕の記憶が途切れてるんだよね <laughs> で気づいたら 気を一本に <laughs> だから泳ぎは全然ダメだね <laughs> 気を失ったのでは <laughs> そっか <laughs> それは面白いね <laughs> うんでも全然この先生好きだし逆に嬉しい逆に嬉しいパターン <laughs> ひらめひらめ,ひらめみたいな それ面白いなそうあそうオリンピックでもね日本のなんだっけ萩野荻野萩野と何選手だかちょっと名前忘れちゃったけど萩野あそう瀬戸選手1位と3位取ったよね僕さ 昨日からあのオリンピックあのテレビつけっぱなしで流し見というかがっつりかじりついてないんだけどでもこちらちらっと見てるみたいな感じで見ててでさあ,あの何回もさやるじゃないリプレイ僕あのそのあんまり詳しくないもんだから 萩野選手と瀬戸選手が1位3位取った時2回大喜びしてるからね <laughs> あの最後の最後ぐらいまで同じその内容って全く分かってなくてなんか日本人の人がすごいその実況の人がこうめっちゃ盛り上がっててあすごいあ頑張ってるんだすごいすごいすごいと思って。 それうわ1位だすごいおめでとうと思ってあれこれさっきも <laughs> 見たなみたいな <laughs> そう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 あこれ生中継じゃないんだと思って <laughs> あ分かる <laughs> そう いやこれね多分オリンピックの際結構ある気がするなそうそうあとどれがライブなのかよくわかんないよねまあ全然録画でももちろんねすごいものはすごいんだけどなんだろうねあのあこれ録画か 気づいた時の若干の寂しさというかあそうそうライブって表記出るんだけどねああとさ昨日あのハイライトでしか見てないんだけど水球あれすごいね僕あの その子供の頃にスイミングスクールでたまに請求の時間があってそれが大好きでやっぱ球技が僕好きだからもうボール大好きだからさバシャバシャーってワーボールって思ってでその頃から好きではあったんだけどなんか僕の記憶じゃえいっぽちゃうおうえいっぽちゃうおうみたいな前にちょっと投げてちょっとみんなでワちャワちャワちャってするってイメージだったんだけど っっていうののが僕のイメージだだたんだけどあなんかねハイライトでもいいから見てみてもうねすごいその野球とかと違って全身を使って投げることができないからもう腕とそのわずかな背筋だけでボールをねフんンってあの投げ飛ばすんだけど。 もうその威力がすごくて腕だけでこのボールをでまた片手で持って握力で持ってしてグッて掴んでふんって投げるのがすごくてかっこいいって思ってあれはね本当にびっくりした。 キ,キーパーの人とかあれ僕がもし何かの間違いでその日本僕がねたまたま「あちょっと明日リオに行こう」なんつってリオに飛んでで「君君ちょっと君」みたいな <laughs>「あの今ちょっとうちのキーパーがどうしても足りないから代わりに出てくれ」って言われてももうその多分ずっと僕沈んでると思う。 あんな速いボールが飛んできたら怖くてとてもじゃないけどねゴールの前に立ってられないとか浮いてられないもう当たったら見たいなんてもんじゃないでしょってくらいね威力がすごくてあ、そうそうあと浮くのも大変そうどういう ねえその状況というかなのかも分かんないんだけど「ウィキ」に「水中の格闘技」って書いてあるよあ,あやっぱそうなんだあ,あほんとしぶきすら痛そうねえどうなんだろうシンクロみたいにそのねえ水中では足をパタ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 ってやって必死でその浮いてるんだろうね多分ね ももう水球ねすごいあの面白かったしブリッツボールみたい <laughs> ブリッツボールがむしろ水球をもとにしてそうだけどねああなるほどね 反則行為が見えないから水中の格闘技って言われるへえそうなのかあそれ面白いなるほどねもうじゃあ <laughs> あの上では平気な顔してそうだけどもうそのひとたび水中だとバシバシバシとかとかみたいなすごいな そうだね水面下の戦いだよねとかねなんかすごい積極的に見てるってわけでもないけど結構ねオリンピックも楽しんで見てるんだよねんあ二20分超えたそろそろギュッてしようかちょっと待って水飲むね すしじゃきってするねよいしょあしまったギュッてすると、ね、きのこと考えてなかった <laughs> ギュッてしたらこれコメント見えなくなっちゃうちょっと待ってそうか次は気をつけようよしそれじゃきってするねよいしょ ギュ,ーギュナイションブよく寝れそうもうさ暑いから温度調整が難しいよねあそうそうあとあの化石をつけてね 僕実はちょっと恥ずかしくてさその先週添い寝雑談の時にあんまり最近風邪もひいてないし風邪とかねな,なく頑張りたいねとか言ってて。 ほいで、もう次の日早速風邪ひいちゃったからさ。8月のスタートが。いや、そう。ほんとね。なんかがっつり、フラグ回収しちゃったって感じで。もう恥ずかしい <laughs>。だからみんなも気をつけて。 僕、今までの風邪ひいてる時のこと考えると僕なんかね、うん、なんかまったりしててちょっとぼーっとしてるけどでもなんかもっと喋りたいなーって思ってその先週さ添い寝雑談の後に突発で雑談したじゃない。 大体その後すぐ風邪ひくんだよね。だからねあの多分無意識のうちになんか体調悪くなるとさ若干寂しくなるというかなんかなうんって気持ちになるから <laughs> なんかもしかしてそれでこう。 突発で喋りたくなるのかなって思ってね本 <laughs> ほんとねみんなも気をつけてあのさあとその風邪ひいた時に結果的にはすごく良かったんだけど その起きたら体温を測ったらさ39度って出ててえこれめちゃくちゃやばいじゃんと思ってさで、ね、すぐ病院行ったのねもう熱測ってええー、っと思ってで、ね、すぐに行ったので幸い病院あんまり人いなくて で、どうされましたかって言われたから、あ,あ、実はあの、さっき測ったんですけど、熱が39度もあって、って言って。ね、あ、そうなんですね。それは大変ですね。じゃあ、えっと、一応もう一度、熱を測りくださいって言われてさ。もう本当に、すぐ15分前とかに測ったから、また測るのか、もうすぐにでも見てほしいのにと思って測ったんだけど。 そしたら37度8分って出てまあ高いんだけど <laughs> あれ今僕結構高いハードルぶち上げたとこなんだけど <laughs> ええー、あのええー、熱測りましたって言っていやあのね見間違いじゃない 家帰ってあのもう一回体温計をつけたらあの前の履歴が出ててしっかり39ってなってたからあのさこれ分かってもらえるのそんなないと思うんだけど音楽ゲームとか格闘ゲームとかでレバーとかボタンのねあゲームセンターでボタンがあんまり効かないって時が でそのゲームするためにボタンが必要だからそのボタンが効かないとゲームにならないから店員さんを呼ぶのねですいませんこのボタン効かないんですけどってポンポンって押した時に <laughs> 急にそのボタンが効き始めてあれえめっちゃ反応するポンポンみたいな <laughs> さっきまであんなに <laughs> 反応しなかったのに <laughs> なんで今だけいやあの本当に反応してなくてみたいなう <laughs> んそういうのなんかそれ思い出したんだよね、まあ、すごい恥ずかしくて <laughs> ま結果的にねあの風邪はすぐ治って本当1日2日で治ったかなよかったけど夏風はね結構長引いたりもするからあの今暑かったりとか寒かったりとかでね あの寝ちゃうとうっかり風邪ひいちゃうかもしれないしだからほんとしっかりよく寝て今度こそ風知らずな <laughs> 8月にしようねよいしょそろそろ終わりかなそれじゃあ